はい、育つ系うっかり YouTube 萌子チャンネル、あみともえです。おはようございます、こんにちは、そしてこんばんは。本日は43本目でございます。先日からマイクの感度を上げましたので、今私がお腹が鳴ってしまったのを拾ってしまったかもしれません。どうぞご了承ください。恐ろしいので少しマイクの感度を下げました。その分声を少し張っていきますのでね、体勢を整えようと思います。43本目の今日は、デザイン的なものに関与してきましたが、過剰放送だよな、でも半分は正確だよな、という話です。40本目で断捨離を宣言をいたしました。いや、39本目ですね。とにかく断捨離をしますという話をしました。で、その後まず捨てるべきものとして、不要なものから捨てていきます。もちろんこれは普通ですよね。その次、使っていないけどパッケージを向かないと使えないものをストック放置しているだけなら、使う予定があるならパッケージを向こうという話です。過剰包装というとまるで日本の商業が悪いように聞こえてしまいますが、ちょっとどんどん過剰な包装になっているのは確かです。例のパンデミックなどを経て、少しは過剰でなくなった部分もあるみたいですね。ですが、マスク一つ一つフィルムで包装してあったりとかね、密閉してあるものもありましたよね。私は今でも毎日のように使っております。あとは化粧品ですとか、ファッション的なグッズ、美容用品、コスメなどは透明なプラのケースに、内側にボール紙のような紙で何かを書いて透かせて見せるというね、高級感を出していたり、さらには衝撃から守るためであったり、ウィッグなんかもそういうのが多いですね。箱でさらにマグネットがついていて、パタパタパタって閉まるのもあったりします。こういうものを箱に戻してきちんと取っておくか、すごく迷うところですね。今例に出たウィッグなんですけれども、ウィッグはネットなどに入れてね、保管しないとぐしゃぐしゃになってしまいます。とはいえ、そのままクローゼットにしまっておいても頭いっぱいあるみたいで、めちゃめちゃ怖いです。ですので43本目はまずゴミを捨てましたというね、不要品から捨てて、次はパッケージを向きます。この次はこんまりさんなんかがね、よく提案してます。ときめくかときめかないか、特にこれは衣類衣服には使いやすいかなと思っております。それでは断捨離まだまだ続きますので、断捨離のお話が続くかもしれませんが、明日もよろしくお願いいたします。それでは本日もご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、高評価、コメント、積極的転載をどうぞよろしくお願いいたします。ではでは。チャンネル登録、高評価、コメント、積極的転載、どうぞよろしくお願いいたします。ではでは。ゆっくり休んでね。